さあラスト米対 YSB。 さっきからさほぼフルにいってるからすげえ長いよね。長い、やっぱうまいことなってますね。うん、7対7って長いね何を当選のこと。7対7のフルフルとか長いね、マジで。両方とも40分ぐらいかかってるから大体。あ、そんな経ってます。なんで3セットやって、ああ吸ってくる。これを3セットやって2時間で閉店。おお、マジか、すごいわ。計算され尽くした。うまい。全然計算してないよ。トミさんとかも結構運営で用意しといてねとか声掛けしてくれるのはありがたいですね。確定か。さあこれで、あ、まあまあ、そう、こういうとこ落としにいくんだよね。うまい。いやー、取る、しっかり取る。これはなんか随分やってそうな感じがしましたね、今のは。まだゲージがね、ユンガーにないからキューブはワンチャンミート。ほら、飛べるんですよ、若い人は。ヨネさんいくつだっけな。俺より年上ですよ、ヨネさん。いや、やっぱ40歳からのミートしかしない。俺飛べねえから、あれ、それ、あー、早い、出し投げ。さあ、ケース取らないですね。うん、あー、投げる、まだ。ただユンはここね、ゲージにたまらず向かいたくない。うわーマジか。上入れっぱに刺さる。配信台大好き YSB が配信台で大暴れ。マジで配信台強い、この人。話もある。あ、しっかり繋がんない。ここを耐えて、まあまあヒューゴだったら安いでしょうと。安いっつってもねって感じだけど、ここをどうしのぐか。ゲージはユンが溜まる。このクラス攻撃強いよな、マジで。タイミングずれるからね、やっぱり。あ、まあまあ安く済んだ。ヒューゴはここまだ無理しないでゲージ2本で次のラウンドでもいいから、ある程度減らさない限りはゲージ吐かないでしょう。吐いた。まあ EX は使ってもいいか。まあ、そうだね、 SA ほどじゃないからっていう部分かな。当たれば1入れ替えで端にいっていうからね、うん、そうそうそう、いや使うべきだと思います、僕は。当たれば逆転の面になる。もうたまるんだから EX なんて。さあ、ここをまずはガードでしのいで、まあ前方は仕方ない。ただこれは安い。ゲージは仕方ない。ここを、あ、詰めて、うわー、ボディが刺さる。さあ、これあるぞ。垂直ボディが刺さる。もう投げる。あるのか。あー、鉄板発動。繋がらない。さあ、しっかり。ヒューゴは座高が高いからやっぱ繋がりにくいのかね、リープから。投げ、グラップ。あ、ホボクの上から中盤刺してくる。うわー、マジか。止める。ただユンはたまる。これ圏内だぞ。ユンはたまる。うわっ、カブロムーン。あ、カブロムーンで